降り続く雨の影響で石川県の珠洲市や七尾市、志賀町に避難指示が出ています。現在石川県の広い範囲に大雨洪水警報が発表されていて、珠洲市と輪島市には土砂災害警戒情報も発表されました。珠洲市の740世帯1630人に避難指示が出ています。また河川が氾濫する恐れがあり、七尾市の3725世帯8913人、志賀町の1738世帯3865人にも避難指示が出ています。石川県は雨の降りやすい状態が続く見込みです。今後の情報に注意するようにしてください。